おっす、たくさんありがとうございます。めちゃくちゃもう僕の中ですごく大ハマりしたというか、おお入った。ちょっと待って、これ縄張りがきついね。もう本当ですか。本当にくねくねしてるんじゃなくて、ちゃんと使って戦ってたんだってことを証明できるんじゃないかなと思って、はいはいはい、僕らがいつもやってるナイフのスパーリングがあって、それがもう多分できるんじゃないかなと思ってる。本当ですか。僕いけます。絶対いけると思います。ちょっとなんか楽しみでもある、不安でもあるな。ただもう僕7、8年間無敗なんですね。だから一回足田と戦っていただいて、一本も取れなかったら僕はやらないですよ。わかりました。それでこの動画終わり。終わりです。これでもうすぐ終わったら、うん、あいつ勝てなかったから思ってください。ただ俺はあの使い方していると絶対いけるなと思ってるんですよね。やっぱりうちの人はもちろん俺と長くやってるから強いけど、やっぱり、武術家としての経験値の長くさは多い。そこに勝てる。逆にちょっと僕たくさんと芦田さんのやつ見たいです。いいですかね。あ、いいですいいですいいです。すぐ終わると思います。マジっすか。ルールは簡単で、はい、よくこのパチン、これは一本も入らないですね、うん、なぜかしたら本当のナイフって叩いても痛いだけで切れないじゃないですか、はい、ちゃんと小指で絞る。つまりこれはパチンって言うじゃないですか、はい、じゃなくて、あ、これはちゃんと切ってるの分かりますか。結構痛い。ちなみにね、あ、これですか。あるのよ。ずーっとこれ何の後だろうなと思って。こっちスパーリング、全然グニャグニャ。ちょっと一回ほら、こう切ってもらっていいですか。これ、はい、それで。これじゃダメなんですか。それは一本も取れます。そうです。小指、小指で絞る。小指でし、こう絞っていく感じ。それで切れるんです。はいはいはい。これはいはい。音が変わった。全然違う。手、足は1ポイント。はい。胴は2ポイント。計3ポイント取れるも勝ちなんで。なるほど。胴は刺すんですか。胴は刺してもいいし、もちろん切ってます。で、もっと俺たちプロっぽくなるとナンバリングって言って、絶対10箇所は絶対死ぬんですね。死ぬ場所が10箇所あるんです、人間の人体。その10箇所は一本待ち。なるほど。だけど俺もそのリアルアクション教えてる分、そのルールは今入れてないです。なるほど。そんなものを教えてたら危険だなと私も最近思いまして、はい、その行かれた世界に行ってたのは自分だけでいいと。はいはい、行かれた世界。じゃあ3ポイント、はい、選手なんで。お願いします。はい、お願いします。すいません、はい、もう3ポイントですか今。今ナンバリングです。ナンバリング1本です。計画でした。今ここの計画がザラーンと僕刺したんですけど、うん、これウェーブのすごいところでこう行ったなっていうところでずらすんですよ。こう受けてからここの狙いをちゃんとこうやってずらすんですよね。はいはいはい。ほんでさっきの肩甲骨ですよね、はい、こっち使ってスカーン。はいはいはい。ちなみにこのナイフを持つ手は前の手じゃなくて後ろの手の方がいいですか。いや自由です。あ、自由なんですね。右でも左でもいいです。わかりました。頑張ってください。ちょっと、はい、今の見てようやれると思ったら、まあ、そのものは試しにしよう。ただ結構、はい、似てて、はい、その制限好きとかそういうと似てると思うんですよね。それよくナイフでこうやったりする人、それ三振みたいなだけで、はい、意外に手やってたら切れるけど死にはしないんですよ。本当殺す時ってしっかりと打ち抜かないと、はい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 、絶対無理なんですよね。だからあれですね、なんか言い方あれだけど殺人事件の時とか無数の切り傷みたいな。そうなんそうなんそうなんっていうことですよね。そうなんですよ。けどあれってちゃんと守るとこさえ守ってたら、うん、結局ブズブズ刺されるだけで死にはしないんですよね。はあ、この辺が大事。そうですよ。けどそのこうやってこう空手でやられてる、こうめちゃくちゃあれじゃないですか、はい、そういう場合はこうやってこう切るふりしてこっちに入っちゃうんですよ。うちに入る。早っ。
もう右腕何も使えん、無理や柔らかいところを切っていくっていうか、はい、で、あの脇の下がもうあの確実に、はいはい、福士さんこう殴って切ったなと思ったらこっち投げした投げした無理やん、それで、あの血ドワドワで死んでまいりました。これナンバリング2つぐらいあったな楽しみだな、ちゃんと揺らすんですよ、こういう風になったら意外と揺れないもんですよね。それもやっぱりリラックスするんですよね。で意外に僕もそうなんですけど、そっち系の人たちも強い人たちと破きってやっぱ緊張しちゃうんですよね。これじゃないんで、リアルナイフでこうやるときってもうめちゃめちゃ緊張するんですよ。その時こそやっぱ揺らすんですよね。なるほど、そういう時こそリラックスする。そうなんですよ、自分よりも強いと強いと思えば思うほど揺らしていくっていう方が加速していくんですよ。なるほど、はい、じゃあ揺らしていただいて、はい、お願いします、お願いします、はい、ちょっと待って、タクさん、今もう2回刺されてるんじゃない、はい、そうっすよね、ここここナンバリング、ナンバリングここ心臓はナンバリングじゃないです、ロックが入ってるんで、なるほど、ただあの、もう銅2回刺されてるんで4ポイント取られてるんです、薄いよあの、難しい、しかも刺さってから避けてたまあ、あの、頑張っていきましょうか、うん、これも、うん、そうね、はい、多分試合はね、もらってもいいっていう流があると、はいはい、確かにね、難しい、でもこれ言い方あれだけどさ、うん、ちょっと遊びじゃないけど練習したらさ、いい練習になる、うん、脱力で揺らす練習がめっちゃなるんじゃない、なんかなんて言うんだろう、こういう道場の練習ではなんかチャンバラでやるんですよ、もう1ポイント取れるようなもうその一発一発も受けてすぐ返せるっていう練習もするんで、はいはいはい、この距離感をしっかりと自分で把握して避けれるようにとか、うん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 、けどあのやっぱ素手で明日のタクチャンネルでやってます、そうやっぱこの体の使い方にさ圧倒されたから、あのやっぱこう常に揺れてるのはもちろんなんですけど、こっからこう緩んだところからこうスッてこう入ってくるのが、ね、やっぱあの普段タクさんと一緒にやってる時の感覚にすごい似てたんで、あこれだなっていう、そうそうそう、俺も見ててあすげえと思ってて、っていうとこの難戦した時に全くなかったのそれが、あと一瞬ありました、あった一瞬あって僕ちょっと反応しました、ね、ああ。はい、なんかいきなり硬くなっちゃいますさっきめちゃくちゃ良かったのかなできるなと俺はちょっと福士さん、さっきの揺れをもっと意識してほしいんですよ、さっきは足もやるからつって動くが自由だったのに、自分がこれを持ってるし相手のナイフに意識してしまえてるから自分の強さがなくなっちゃってるんですよね、そうじゃなくて体を本当に何だったら足はこの蹴ってもいいぜぐらいの気持ちもあって肩甲骨をうまく使ってこうやって入っていくっていうちょっともう一回リベンジしますね、うん、で必ず相手のナイフは止めるつもりで手でもいいんですよ、そうそう、だどっちかが防御になるんで、福士さんだと、こっちだから右手が防御になるはずです、そうですね、わかりました、意外にこっちをために使っておけばついてきて、こっちを防御に使っておけば、防御という概念がなかったんですフルコースすぎだろそれは、防御という概念だってナイフに防御という概念ある、あるでしょ、一番あるでしょ、疲れるかよ、いやだから疲れないように防御するんでしょ一番ディザーム得意だし確かに確かにそうですよね、僕ら大事ってことだね、防御が1ポイント取られてもいいけど2ポイント取る、わかりました、もう一度やってみてください、お願いします、お願いします、いいですよ、入りがもっともっと柔らかくですか、今あのどっちもポイント取ったんじゃない、そうですね、次どっちか取られたら負けですよちょっと待ってちょっと今言うの今刺さってたんじゃないの刺さって浅い、浅いですね、 OK 続行、まだ行きます、うん続行、続行続行ちょっと待って待って、ちょっと待って、さ、今の当たったんじゃない？
ちょっと待って、あのさ、お前もさ、その伏せさんがさ、エンジンかかるまで待ってやれよ。じゃあもういかにしよう。いや、大丈夫ですよ。さあ、これもう次回ちょっとできるように。はいはい、あのね、ちょっと難しいよ。始まってすぐ刺されるしょうがない。なんでこっちの手をおろそかにするのかなって、防御するなんだろう。もうボードっていう概念がなくなっちゃった。攻撃する手しか意識ないでしょ。そう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 。だからこもうさっきボードってもう効いてんのに、ここになっちゃったら忘れちゃいます。ちょっとないので、明日さ、普通にこのパンチだけここを狙っていってよ。ちょっと防御をしてみてください。これだったら防御って全然ね。防御これ全然ね。狙ってね、明日ちゃんと普通に狙ってって。当てれるかやってよ、明日。明日もっと、ね、狙って。福士さん攻撃していいって言ってないですよ。あ、そうだよ。攻撃しよう。だから、ね、狙わせてあげてください。組手だと思った。組手じゃないですよ。明日が狙ってくるのを防御してください。あ、うん、あ、あ、しかもいや、ウェブだわ、それは。そうです。このあの俺のウェブのこれじゃないですか。デザームのやっぱこう、ここ持ってかれますよね。ここから結構、まあ、なんでそれができて、この時にあの、ライフに触ったらダメなもんだな。グローブつけたら一緒みたいな感じ。なんでだろう、こんだけこうさばくのに。しかもあのウェーブのパンチの時、あの流しができて、しっかりとファッっていうのが、僕がやるあのナイフディザームと同じシステムですからね。それこれと一緒です。これと一緒全然別前だな。じゃあ一緒あれすごい。だからあの払った先をがあるのが今のなんじゃない。この巻き取ったウサでやったあの多分こっちでしょ。そうです。これも一緒で、これもこっちだから。ああ、なるほど。ああ、はい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 。で、一緒なの。あ、一緒ですよ、やってることが。しかも、ウェブってるから明日が持ってかれてる。はい、ちょっとできるんじゃない。無理やって。おい、これ見たらダメ。相手がなんかまた一回だけやってみたら最後。うん、結構早めに来てください。あ、無理。無理や。無理無理、当たってる当たってる当たってる。相手が持ったら無理や。ということで、僕のウェブ見ていただきました。結果ちゃんとウェーブだったっていうのがいいね。本当にウェーブ使いですね、うん、そこが一番良かったんだよね、本当に、うん、まあ、これどん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 練習して、さらにね、止まらないようにずっと使えるようにちょっと修行していきます、うん、また見てください。本当に道場近いんで、はい、プライベートでもお願いします。来てください。はい、自転車来ますか。はい、お願いします。ありがとうございました。本日は多分僕はあんま喋る余裕ないと思いますよ。うざい。やったこみよ。どうでしょう。めっちゃ簡単そうです。無理よ。